ネルスプロイトは、南アフリカ共和国、ムプマランガ州エシャンゼニグーンムボンベラ地方自治体に位置する地区。2000年まで独立した自治体であった。2009年、ムボンベラへの解消が発表された。人口約5.8万人で、住民はアフリカーナーが半数を占める。隣国モザンビーク国境から 60km 西に位置し、 主に、ヨハネスブルグとのフライトに使用されるクルーガー、ムプマランが国際空港やカジノが所在する。また、近くのクルーガー国立公園やモザンビークに旅行している観光客のための主要な中継地ともなっている。ムボンベラスタジアムでは、2010FIFA ワールドカップの試合が開催された。2010年 FIFA ワールドカップに先立つ2009年10月16日、 ネルスプロイトからムボンベーラへ解消することを南アフリカ政府が発表。本部をネルスプロイトに置くクルーガー・ローベルト経済観光商工会議所は解消に異議を唱えプレトリア高等裁判所に提訴。長い審理を経て2014年5月に裁判所は訴えを退け判決後道路標識などの変更が実施された。アンボンベラ。 メインプレイス8 7 4 0 6 5フロムセンサス2011エイドリアンフリス2021年3月13日閲覧ネルスプリット 2B オフィシャリーリネームド2ワンボンベラ南アフリカ政府通信社2021年3月13日閲覧デートセット4ネルスプリットネームヒアリングエオル2021年3月13日閲覧 ネルスプリットネームディスピュートピットツーレスト。ニュース24。2021年3月13日。閲覧。ハイコートルールズインフェーバーオブネルスプリットネームチェンジ。アンプマランガニュース。2021年3月13日。閲覧。クライメートデータフォーネールスプリット。サウスアフリカンウェザーサービス。2010年3月8日。時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年3月7日閲覧、ありがとうございます。